寝る前配信がただいま、はじめましてやって、なんでやねん、間違えた。お風呂屋さん行ってきた、久しぶりのお風呂屋さん、楽しかったです。でもめっちゃ弾丸やった。なんか本当は2時ぐらいまでやってるところやったんやけど、今日日曜日じゃないですか。そう、今日日曜日やからさ、なんか閉まるの早くて、よいしょ、残念ながら2時までじゃなかったの。いつもより早い寝る前配信です。ひろかん様いらっしゃい、はみちーやんちゃくれさん、やっほーい。いらっしゃい。あ、かまかりさんファンレビューアップ、ナイスです、ありがとうございます。ゆっくりしてきたぜ、癒された。癒されました。まあ本当はねもっとゆっくりしたかったんだけども、でも十分です。まあまあな、入場料みたいなが500円でタオル代200円とかやったから、まあまあ取るけど。シリさんこんばんは、タムニキさんハートとダルマさんです、ありがとうございます。次に向かって準備完了。はい、本当に本当ならね、遠い遠い、なんて言ったらいいの、ホテルに泊まる予定やったけど、お友達が家貸してくれたんで、たまたま、そうなんで遠いところに行かなくてもよくなったし、本当にありがたいっす。お風呂も入れてマジで感謝。サウナなかったわ。テキヤさん、こう遊びに来たよ、いらっしゃい、いらっしゃい。そう、サウナなかったな、残念ながら。サウナ好きやねんけどな。そう、でも多分もうちょっと歩いたところに行ったらサウナとかあるやつもあるっぽかったから、行ってないか分からんけど、多分検索したらなんかそのようなことが書いていたので、そう、多分もうちょい歩けば行けるかも。持つべきものは都内の友達よ、本当にそう。いろんなね、何、舞台とかお仕事を都内でやるにつれて、こう共演する人がどんどん友達になっていったりするからさ、それでどんどんこう友達ができていってる気がする。入浴料や入湯料、2週間後のために体調管理しとくわ、お、ありがとう。え、待って、2週間後なん本番、私私本番2週間後なん。今日はパンプキンロックスでナルモカのイベント行き、え、パンプキンロックスやったんですか。あそこやん、こないだ行ったとこやん。東京はサウナ別料金だからね、だって。あ、そう、サウナ別料金のとこはもうサウナなかったけど、サウナ別料金ですよね普通ね。東京あれみんななんですか。そう、部屋丸ごとやからな。そう、本当にありがたい。東海屋でやって、え、やばな、え26カレンダーイベントで行ったばっかしね、あそこすごい。いつの日か私ともお友達に、どうぞ。どういうことや、あと16日、
やば、もうやん、ちょっと、え、やば、びっくり。ちょっとびっくりしておりますか、三枝さん。大阪もサウナ別、蒸し風呂で無料と有料があったりなかったりやって、ほとんどたまにサウナ畳んとかあるけど、あれなのか、場所による。今までサウナ別料金のとこ見たことなかったんやけど、今までね、2週間後やわ、やば、びっくりだね、早っ。昨日本番終わったばっかり有料サウナと無料サウナどっちかとどっちもがある。うんうんうん、やばいね。マジで。昨日本番終わったばっかやから、え、もう2週間後ですかって感じ。全然まだこの1回しか私お稽古行けないのに。焦る焦る。映画まだ始まっとらんのかって。撮影ですか？撮影まだです。ルカメンの箱さん、お疲れスタンプです。ありがとうございます。みなっち配信してるわと思ってて来てた？えみちサカツ始まる。サカツ、最近流行りのサカツ。でも私サウナ活動のサカツより、あの岩盤浴が好き。あのブワーってこう汗かく方じゃなくて、じわーっとかく方、岩盤浴の方が好きっす。でも岩盤浴あるとこってなかなかないですからね。うん、整ってきたってツイートするかもしれへんな、確かに。どんどん整っていきましょう整っていきましょう。整えてくるわって、帽子を送らないと。あの帽子ってさ、実際あれ何なんですか砂風呂はまだ入ったことない。あ、ルーカもサウナで整ったみたいやって、すげえ。みんなサウナ活動してますね。砂風呂気になるね、確かにね。行ったことないからな気になる。頭守ってるって。高見さんこんばんは。頭を何から守るん？熱から？あんまりこう何、熱を受けすぎんように。あ、そういうことね。髪の毛痛むから。ごめんなさい。なるほど、無知で無知ですんませんかぶったことないからな私。何の帽子やろうと思ってた単純に。リスムさんお疲れ様です。サウナいいけど水風呂が無理やって。自転車のヘルメットが出てきた。坂見さんこんばんは。ゆうたけ、あ、のぼすえを防ぐ効果もあるんや一応。へえ、面白い。面白いですね、あの帽子。まあなんか私がまだ行ったことないからかもしらんけど、ちゃんとこうなんかサカツをチラッとしか行ったことないからかもしらんけど、あの玉ねぎさんレベルアップです、ありがとう。けどあの帽子かぶってる人生で見たことない、写真でしか。お、190行きました。やったー、玉ねぎさん。ダールムさんがコロナナイス、ありがとうございます。
イエーイ、嬉しい。どんどん、もうちょっとで200や。そっか、心臓やばいとあかんな。確かに怖いな、水風呂は。確かにちょっとやめといた方がいい。私も水風呂は使ったことない。週一で行かんとあかんくなってくるやって。あ、もう高見さんはサウナの虜ですか。サウナの虜。水風呂入れませんね。電気風呂も入ったことない。サウナすら危険、健康に悪いって。健康に逆に悪い。岩盤浴ぐらいがちょうどいいんちゃう。やっぱ岩盤浴を押そうとする私。なんでこんなサ活最近流行ってんのやろな。誰が流行らせたんやろ。逆に。お疲れー。冬の露天風呂も無理。あ、寒暖差的な罰ゲーム。あ、寒いってことか。寝落ちします。了解です。寝落ち。サウナ入った日の睡眠全然違うようだって。へー、そんな違うもんなんや。すごい、なるほどね。やっぱチャンスね。そういうのを実感してしまうと抜け出せなくはなりそうよね。確かにね。天風呂は外、あ、風呂入るのに外はしんどい。チャワワン、ヤホイ、タカシーヌさん。なるほどなるほど、面白いな。まあ、そっちの神経が致命的な不整脈が発生する可能性あるらしいからって。水風呂、水風呂なくした方がいい、それは。もうそれは。雪の露天風呂って最高やんやって。私雪の露天風呂経験したことない。雪降ってるところでお風呂入ったことない。うん、一矢まとわぬ禅寺、冬の野外に出るんやで。やって入れないけど。ドクトさんこんばんは。こんばんは。よいしょ。やっほーい。みんなイラったーい。寒冷刺激のヒートショック絶対無理やな。私寒さに弱いから。そういうことじゃない。温泉も絶妙に怖いなって。え、倒れる前だけど。でもよかった、雪の露天風呂。雪の露天風呂はこうやっぱ経験するとね、いいんかもしれないですね。やっぱハマる。でも出る前と出た、え、で入る前と出た後が寒そう。入ってる時だけ。いいのは入ってる時だけや。入ってる一瞬だけや。よいしょ。出るの辛いけどね。でそこまで寒くないからさ、ずっと入ってられるし。さあ、なんか出た時は暑いねって。でも出れば涼しくなるじゃん、出てるから。まあそんな話はさておき。さておき。よいしょ。
の話はさておき、よいしょ、何の話したっけ。頭が雪で冷えるから飲ませないし、確かに。みずむさん、ナイス、卵ナイス、ありがとうございます。卵です、イエーイ、卵。さておき、何の話してたかでも忘れちゃったよ。普通の人なら慌てて水風呂に入らなければ大丈夫。あ、急いで入るとかじゃなかったらいいってことか。電車代かからなくなったんか。電車代はかかります。でもかかります。ここにずっといるわけじゃないのと、そう、かかる、ちゃんとかかる。ちゃんとかかります。ありがとう、だからありがとう。2週50完了、ナイス、ありがとうございます。まだ東京な、まだ東京ですよ、舞台あるからね、舞台あるから、ずっと東京、舞台終わるまで、4月30まで、4月30、26からの舞台は白玉さんいないの。ごめんね、使ってもいいんだよね、通貨を。ご飯買わなあかんから。そうなんで、てそこで水風呂にザブーみたいなのは危険。あー、急すぎてね、その差が急すぎるんや。なるも舞台頑張ってるって。あ、そうなんだ、そっか、長いね、長い、大阪の舞台まだな、まだやな、いつかな。もうちょっとかな。そう、長いのよね、東京めっちゃ長いっす。仙台福島に出張したら雪見風呂になった。お、いいね、いますよ、どこかで、どこかでいる。よっしゃ、じゃあどこかで、どこやろ、どこかは秘密なん。大阪の舞台は吉本新喜劇ですか。吉本新喜劇出たいですね。でも吉本じゃないからな、私もね。よいしょ、ピヨチさんこんばんは。ビジホだけど露天風呂がついてて最高。六山の仙人さんこんばんは。なると5年ぶりぐらいに2度目ましてした。5年ぶりの2度目ましてほぼ初めましてや。今回は増材セット送れないからな。確かに今回はね、ありがとう、でも本当にありがとう、助かります。コウジさんパチ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 。ウカラジオ時間帯ずれてるな。29、30はいなくて、どこか、どこか。さすが猫の配信で終わりよね。終わりです、終わりだよ。当然なるは俺の顔覚えてない。いやー、そうなりますよ、そんだけね、久々やったら。それはそうだな。ムーさん18おるって。ムーさんおる、今おるんかな、ムーさん。ジュナさんこんばんは。間違えた、何の間違いや。
なんか間違った そろそろ寝るか、仕事やし。明日ムーさん来るんだっけ。そう、ムーさん来るよ。来てくれるって言ってた。来てくれるって。ニコニコいつも妻で東京ならバーベキュー的なことやろやって。めっちゃやりたいんですけどね、私本番まであと2週間しかないんやってそう、本番まであと2週間しかなくて、私まだ稽古1回しか行ってないんですよ。はい、やばいんですよ。月曜から仕事やん。月曜から、え、もう今日、そっか、日曜か。いつないちさん来へんかったし、仕事しなあかんなって切ない切ない。そうかそうか、今のところ26、29、30しか取ってないから。おー、追加ですか、追加ですか、お兄さん。追加しちゃいますか。そうですか、楽しみにしてますよってしゃあ、頑張りますよ、頑張ります。ずかさん毎回全通すごいなって催促してます。ずかさんに、しんじさんも催促してます。ずみんが配信してるって。よいしょ、えみちも配信してるって。全通は無理、無理やけど全日電車代かかるよ。そう、電車代もだから。みなっちも配信してる。選ばれたのはエミカでした、イエーイ選んでもろたん。チャリで行けるかなって。どこに、あ、え、池袋に。そんな近いんですか、そこまで近いん。道は続いてるからチャリ行けますね不可能ではない不可能ではない。一応30キロくらいかな。やめとき、それこそ心臓に負担かかんで地球は丸い地球は丸いからどこまででも自転車でチャリできた言って、20と50カウントお届け、ブヒヒ、ありがとうございます、ありがとうございます。チャリ持ってないや、持ってないんかーい。あぶねー、ごめんなさい。
絶対持ってる感じのやつやったやん今の話の流れね。そいちさんこんばんは。昨日電車乗り過ごしてだいぶやばいとこまで行きました。どこまで行ったん？行きはみかさんに会えるというモチベがあります。帰りはモチベもなくただたら漕ぐ。電動アシスト欲しいなって。私電動アシスト持ってますよ。行きより帰りが辛いよな。そいちさんこんばんは。こんばんは。やってる？やってますよ。今日もありがとうございます。終電で帰ってきてお風呂入ってた。お疲れ様です。シンディさんファンレベアップネス、ありがとうございます。来るやか電車か。来るやか電車って何？新しいなんか来た。くるやか電車か。なんか何と一緒なんやろ。あ、車か。なんかと語呂が一緒やった。くるやか電車なんやろな。え、 iPhone もなくなってて絶望。どういうこと？落としたってこと？どういうことですか？ちょっと意味がわからんぞ。取られた？宿泊費はまだですか？急だな。磯ちゃん結婚したから？高橋井田さん、エミチーズおかえり、イエーイ、ナイスです。待ってたよ。グラッツェ。寝過ごして焦って降りたら電車に置き忘れ。うわー、つらや、それマジか。なるほどね。え、どうにかならないんですか？それはiPhone を探すで見つけないと。確かに iPhone を探すで見つけれそう。探しに行けないんですか？携帯30年使っててなくしたの一度だけやって。プテキャンさんすごい。まあ私なくしたことないけど。行った。 iPad 落ちてきた。行って、やっちまった。電話で済むんでないって。電話してどこにあるか言うて。iPad の探すで場所分かってたら今日回収してきましたよ。え、分かってないってことなん？取られちゃってるってこと？その時気づいたら駅に行ったら車両に連絡行くんじゃないかなって新次さんがダメ出ししてるけど、白玉さんそれについてはいかがですか？ゆうさんこんばんは。駅に寄ってタクシーに忘れた。あー、タクシーに忘れるのあるあるって言いますからね。よくね言うよね。忘れ物ないか確認して降りてくださいって絶対言われるもん。ギャル口を抜けましたか？ギャル口を抜けてる？一応どう思いますか？え、しな太郎さんいなかったよね。でもしな太郎さんおらんかったよな。
おいらはタクシー乗り場で落として、うわ乗り場でね、乗り場で落とすんや。どっちにしろつらいな。いやいや分かってたから終着駅まで行って引き取り成功してますよ、だって。あ、もう成功してるんですね、戻ってきたんや。あ、なんだ、ちゃんともう行ってってこと、取りに行って。かしこさん、次のタクシーでよく引かれなかったわ。あ、そんなに、そんな道路の方に。白玉さんファーレベアップです、ありがとうございます。ポケットに携帯ないと思ってカバンとか探したらいつもと違う胸ポケットに入ってたことある。その辺はまだ可愛らしいですね、まだ可愛らしい。なんでやねん、ここかよ言うて。カゴ払ってとこまで行きました。聞いたことないな。タカさんファンレベアップナイス、ありがとうございます。道路に落ちてたらしい。桜坂の井上と大沼はすぐ画面壊すらしい。やって、爽やかさんくみって知ってる、急に出てきた。うまい、品太郎さん。財布と携帯は落としたことない。おー、えらい。私がスマホ手に持ちながらスマホ忘れたって騒いでたらしい。やる。深谷めっちゃ何度も往復するねんから忘れ物、最寄り駅まで持ってきてくれたらいいのにな。やつらは絶対持ってきてくれへん。確かに。でもそんだけいっぱいいろんな人が忘れ物してたらもうすごいことになるからな。埼京線の終点やって、終点まで行ったんや、つらー。昨日の話はまあまあおもろいからトークポートのネタにしときます。楽しみにしとこう。じゃあみちは大きな落とし物ないの？落とし物はないですね。戻ってこんかったものってことですよね。あのキャリーバッグを取られてしまったことはあるけど、多分ないと思う。落として傘とか。ああ白馬さん一緒や、大きなものなら持っていかれた。そうそうそう、キャリーバッグは持っていかれたことはある。マジでもうすっからかんになってやばかったけど、でも私のせいじゃないから。うん、推しどんな話してんね。傘忘れて取りに行くの面倒だから出しなかったわ。いやそれはよくやります。私も逆にあえて忘れてくることもある、めんどくさくて。あえて忘れちゃってくる時もある。晴れてたりとかしたら。傘持つの大嫌いなんです私。西明石まで取りに行かなかった。どう、え、白玉血まみれとかあるよ。どういうこと、それはどういうこと、ちょっと意味がわからん。血まみれとは、昨日は傘持っていくか真剣に悩んだ。持っていった、持っていかんかった。傘は使い捨てよね。そうなのよ。かずきさんこんばんは。好みに傘ささない人だったな。なんか死んだ人みたいに。セレブ神枝じゃないのよ。わかる、傘嫌いだからずっとビニール傘使ってたけど。かずきさんこんばんは。名前書いてもとりあえず悪いやつがいるんですよ。いるんですよ。持ってかなかった、セーフ。鍵を落としてる、忘れてるのが一番怖いから。あ、落ちないようなチェーンね、あるよね。傘を取る、え、取る人おるよね。笑い話で生きるやつやったらまだいける。笑い話なのかわからんかったらね、怖いからね。うん、でもあれですね、無印良品の折りたたみ傘が欲しいんです。
あれめっちゃちっちゃくていい、軽くて。おすすめ。私ファイルどこあった？ちょっと待ってな、みんな。すいません、なかったわ。よいしょ。ふーんって何ふーんって。コンビニ立ち読み中にビニール傘パクられてからビニール傘やめた。コンビニ立ち読みっていうのもな、絶妙なラインですけどね。土曜日外イベント雨降りませんように、好みに会えますように。あ、雨降ったら会えないんですか？雨降ったら中止？終わり？それで JR で年間お金億単位落とし物で集まる。やば、億単位。財布の中に予備金も入れる。お、素晴らしい。エリカさんの笑顔を奪う。キャリードラマは許せないな。でもあれはほんまに間違って持っていったらしいから、そうで、お金も全部返ってきたから一応文句はないです。一応その時はマジでほんまにって怒ってたけど、今一応ね大丈夫やった。雨の日に重ねず先生試験にしたい。高い傘を持つと気分上がるけど、取られないかをずっと気にしないといけない。そうなんですよ。外国ってどこ行ってたんですか？住んでるのはスペインです。おいおい、行ってるそばからファイル。雨の日やビニール傘、どれか自分のが分からん。そう、どれが自分のか分からんようになるのはありますよね。だから盗んでるわけじゃなくて、なんかあれ、私のやつってこれやったっけみたいな、取って白やっけ黒やっけみたいな、黒でみたいな、なんかそういうのはあるよね。250円くらいの雑誌立ち読みしたせいで500円の傘買うようになった。なんかでも神様見てるというやつですね。なんかそれは今日原宿行ったら人がわんさかいました。外国人も行さんおりました。だって、おー、日曜日だし、もうだんだんねこうね戻ってきてるから。パチ屋の雨の日はよく盗まれるやって。少々の雨はなら前はやったけど、大振りならやばい、大振りならやばい。100円ショップで傘売られになってから傘の忘れ物取りに行かなくて。おー、100円ショップで売ってるんか。持つところに名前のシール貼ってる。あ、すごい、かわいい。それいいな。小学生みたいな感じで買いとく。さすがにこれじゃ取らんやろみたいなね。りゅうさんかわいい、ありがとう。さすがになんかザ名前、ザ名前書いてて僕のですってやってたら取りにくい。綺麗なビニール傘は汚いビニール傘に変わる。最悪。ビニール傘に反射テープ貼ってたら自分の傘と分かる。なんか最近は目印くんみたいななんかあって、なんて言ったらいいんですかね、ガチャガチャなんですけど、傘につけとける目印みたいなやつがある。ミッフィーちゃんのやつガチャガチャして2個ゲットした。傘に貼っつけとくんで、貼っつけるじゃないな、つけるんです。それいいですよ。まあ傘持ってきてへんけど目黒川の花見行けば芸能人たくさん来おって。あ、そうなんですか。もう花見やってないんじゃない、でも
うん、玉ねぎさんナイス、ハンレベアップ、ありがとうございます。持つところにハンコ押した紙貼ってたのに会社でパクられた。うわ、それはしんどい、それはかわいそう。ビニガサにテプラ貼ってる、それですね。だから新次さんが取られたのはひとやさんの傘に名前テープ貼るの。100円傘ではやらなくなった。100円ぐらいならいっかみたいな。ゆうきー、やっほー、ゆうきー、いでででで、この春はよく雨降ってたから桜も一瞬で散ってしまったね。でもいつもこれぐらいじゃないですか、ね、去年もそんな感じやった気がする。あ、傘は常に折りたたみなのでパクられない。パクられまくった人の末路って感じ。しびれた。あ、ちょちょちょ、落ちちゃったし、落ちていった。ストレッチしてたら床に落ちていきました。事務所の全員に傘パクったん誰やってメール送ったらが悩んだ。送ってよかったのに。最悪、劇場の隣で傘買えばいいなって思って。なるほどね。私傘は100円で買えるの知らんかったから、そうあれやってんけど、あの300円、3コインズわかるかな、3コインズで買う、300円で買えるんですけど安いと思って。インスタグラム目黒川で写メ撮ってる芸能人めちゃめちゃやった。そうなんや。NMB48 の楽屋、冷蔵庫のアイスよくなくなってたらしい。なくなってたな。名前書いてやっとかなあかんかった。安い傘小さい。300円のとこね、結構大丈夫。レッスンシューズ紛失はないですね。冷蔵庫はあった。食べ物は。カズユギジャンズ、ありがとうございます。トレイキさん、そうコンビニより安いなと思って、300円、3コインズで買ってた。この間東京の時、でも今回は雨降ったら無印で折りたたみ買おうと思ってます。うん、なんかコンパクトなの、めっちゃ無印の折りたたみコンパクトで、さらに結構何軽い、あれ買おうと。7000円もすんの、折りたたみ高っ。アイスなくなるの48グループあるあるなんや。結構なくなるんですね。いやでも7000円の折りたたみは高いな。ちょっとそれは買えないかも。買えないかも。白玉さんが寝ちゃう。ハンズプラスの自動開閉一番大きいなの。ああなるほど、一番便利なんや。先輩の名前書いててもなくなるらしいよ。先輩の名前書いたら先輩が食べるんちゃう。私のやってなるやん。前に傘送ったような気がする。あ、そう、送っていただいたことがある。ありがとうございます。でもちょっと重たかったね、あれ。だから東京までは持ってこれやんくて、そう若干重たくて、ほんまに軽いのじゃないと東京持ってこられへん。
長期は。せやね、いがさねって書いててもなくなった話聞いたことがある。さやかさんが食べるんじゃなくて、それは傘をパクる人って人のものより他のものに罪悪感を感じてないような気がする多分ね、傘ぐらいいいと思ってるやろな。ガオー白久保さん、明日無印行って傘買ってくるか。え、亀井大美香用ですか、それはそれは亀井大美香用ですか。買ってくれるってことですか。そうなんや、プテキアンさん、よいしょ、ガオー。他に誰用なんですかね。いや、ズカさん用っていう可能性もあるじゃん。研究生アイス買ってこい。そんなんないない。タマさんピカピカナイス、ピカピカの1年生ありがとうございます。7000あれば片道でやば、そんな安いんですか航空券。ビニールしか使わんの。な、神枝美香に使わせてもらおう。え、ちゃう、神枝美香が使わせてもらおうとじゃあ買わんとくな。ずかさんがゲットしてくれるんやったら美香買わんとくで。無印年B 差し入れ取り合うときは全部愛護範囲ないもんなって。ナベロさんこんばんは。普段傘使うことほとんどないし、それはね、神枝も普段傘あんま使わない。傘使うの嫌いやから2億ぐらいくれ2億ぐらいください。コンタクト取る。詳しいことこちゃんに書いときやって。どういうやつやみたいなやつですか。いやもう無印の、私が欲しいやつ、私が欲しいやつ無印の折りたたみ傘です。一個しかない。雨を避けて走ってるもんね。そうそうそうって、なんでやねんさすがに雨避けて走られへんな。見抜けて走れたらすごいっすよ。いつもっていん、いいね、なんでやねんヤヌシーさんこんばんは。無印の折りたたみ1個しかない1個しかないやろ。そうね、無印の折りたたみ1個しかない。無印のカレーいっぱいよね。無印のカレーは種類やばい。いつ持っていけばいいんかな。お任せしますお任せします。事務所は私いつも行くので、めっちゃ荷物を気に入ったりするから。え、6月往復で1万3000円は安いわ。
無印でたまにアロマオイルか、いいですよね無印のアロマオイル。無印のあのお香もいいですよ。その事務所のポストに入らんの確かに。事務所のポストには入らへんポストに入れる前提。アロマの資格取ったから自分でオイル混ぜて作って炊いて。強っ、めっちゃすごいそれ本当に。入り口狭すぎた金本押しておるかいもんな。よいしょ。はい。すごい。もう寝る準備完璧。寝ようっと。今日は早くに寝れる。送ればいいのかえ、松屋のレトルト安い？え、30袋で5,000円は高いの？安いの？どっちか分からん。タカさんファンレベアップナイス、ありがとうございます。 100m ランナーさんこんばんは。シルエットさん2度目の方もいらっしゃい。遊びに来たよ。ナクさんいらっしゃい。待ってたよ。うん。もうそろそろ終わりやけど。少し割高か。やっぱまあそうですよね。そりゃそうですよね。利益取らんとあかんしね。リアルな話ね。水曜日に新宿行くだよな。あずかさんが？あずかさん水曜日に新宿行く予定あんの？うん。おっと？新宿チャンス？新宿チャンスとは？持っていけばただやしイエーイやったー、フフフ。ピンポン押したろうかな、フフフフ。そんないっぱい歩かせて、私はあずかさんのこと。この前は4階まで上がったし、4階までわざわざ上がってくれたん？しんどい階段を。まあ私4階まででっかいキャリーバッグ持って上がったけど、死ぬかと思った。疲れたし。新宿は慣れてなければほんま迷う。いや本当にそう。バスと新宿行くのにこんまいかんと分からんかったいや分かる。でもマジ
よいしょ。その後ファンファーレまで歩いたし、本当に歩かせてすみません。歩かせすぎたな。新宿で乗り換えを迷って時間かかりすぎて目の前で終点が去るのを見た。私池袋かな、渋谷かな、終電や、やばいやばい、あ間に合った、あと2分で到着かって思って困ってたら、ウィーンガチャンって言って、え後ろってなったことはある。こ逆か、逆の線路かってなった。あの終点逃したことある、マジマジでってなった。知らなさすぎて焦った。あれは本当、ヒロカンサマーパレパップナイス、ありがとうございます。とっちゃんパレパップナイス、ありがとうございます。お腹空いたね。私も思ってました、ちょうど今お腹空いた。でも明日は撮影なので、あいいこと言ってくれたではないですか。サプリメント飲んでない、サプリメント飲んでねな。ルーカメインの箱押しさんの言葉で思い出した、サプリメントを飲んでいない、飲まなきゃ。これ飲んでじゃあ終わろう。電車って難しい、そっちのドアが開くのってなる。そう、右側で待ってたら左側開いてふえーってなって、みんな反対側から置いていくとかね。土曜の早朝の新宿の始発乗ろうとしたら満員、いやば、早朝満員は全然ないですね関西。新宿やからってことではない、ちょっと待ってな、サプリメント飲みな。すみません飲んだ。路線とか全くわからない。そうなんですよ、本当に慣れてないとマジでわからなくて。藤子くんこんばんは。山手線のアナウンス音声が綺麗で驚くをやって、あ本当ですか。田舎のは雑音に近い。やば、よしサプリメントを飲んだので、えご飯チンしてすき焼き味のふりかけに生卵、最近ハマってます。美味しそう、めっちゃ美味しそうですね。すき焼き卵、すき焼き風味卵かけご飯ってことですもんね。めっちゃ美味しそうだ。よし、それでは皆様お付き合いありがとうございました。が見えたパワー、むくみ防止のやつ飲んだだけやけどな、サプリメント言うてもむくみ防止サプリメントを飲みました。むくむんで。傘早い方がいい？え、天気予報見よ。天気予報、天気予報。雨降るんかな？ウェザーリポートじゃないや。ウェザーニュースの方がいい？現在地の天気。週間天気。土曜は雨やん。ほんまかな？土曜日雨って書いてる。そうなん？やだね。今日は17、今7度？寒っ。火曜日から暖かくなる？ちょっと寒い。メリロートです。マオさん、おつ。ポテキャスありがとう。雨やん、ほんまかなって、ほんまかな。朝晩冷えますよね。私あんまりあったかい服持ってきてなくて寒いです、普通に。普通に寒い。え、カラオケいいな。5日前でもこの間の金曜日の降水確率 100% やって、ほんま的中したって。絶対 100% もう雨降りますっていうあれやったんやろな、雲みたいな流れ。メリロート
むくみ防止、うん、メリロート最近飲んでる。はい、というわけでそろそろ台本と向き合ってから寝ようと思います。皆様ありがとうございました。あ、週間天気さっきの降水確率 60% やから的中しやんかな。エミカラに行きたいです。エミカラってなんや。あ、紫外線対策が必要ですね。うん、曇りとかの方が意外とね焼けるからね。はい、じゃあランキング読んで終わりたいと思いますよ。いきますよ。13位ミズムさん、12位ビジーチェンジさん、11位ひとよさん、10位ともっちさん、9位六甲山の仙人さん、8位白間さん、7位タカさん、6位ヤンチャクレさん、5位ヒロカン様、4位プテキャンさん、3位カマカリさん、2位玉ねぎさん、そして1位はウーカメインの箱押しさんでした。ありがとうございます。イエーイ。いや、ズカさん全然本当にありがとう。無理してんで、ありがとうございます。気持ちだけでめっちゃ嬉しいです。向き合ってね、コウジ君私と。いやいや、タカさんありがとう、ウーカ君もありがとう、プテキャンさんもありがとう、皆さんありがとうございました。おやすみなさいませ。ほなね、またね。バイバーイ。ありがとうございました。